エミリー・ムーントはデンマークの画家である。ソーレに生まれた。父親は伝統のあるタ、ソーレアカデミーの数学教授であった。3歳で母親を亡くし、父親はコッペンハーゲンに家族を移した。父親の家にはコッペンハーゲンの市長を務めたおじのジャスト・ヘンリク・マント、らの政治家や知識人が集まり、議論が行われる中で育った。デンマークにおける 女性教育の先駆者、セーレが創設した学校で学び、1861年に個人教授になる資格を得たが、美術教師に絵の才能を認められて、母校での図画などの教師となった。画家になる決意を固めたのは30歳になってからで、ビルヘルム・キューンが作った女性のための美術学校に入学し、そこで生涯にわたって協力して、美術活動を行うこととなる。 ルプラウト知り合った。1875年に、デンマーク王立美術院に受け入れられないので、王立美術院の教授の妻でもある、女性画家、エリザベートジェ・リカオ・バウマンの勧めで、ルプラウト・ミュンヘンの美術学校に進み、エイリフ・ペーテシェンの下で学んだ。1882年から1884年の間は、パリの私立美術学校、アカデミー・コラロッシで学び、 フランスの写実主義の画家、ジュール・ブルトンやジュール・バスティアン・ルパージュの作品から影響を受けて、貧しい子供たちの生活を題材とする一連の絵画を描くことになった。1886年にルブラウとフレデリクスベアに女性のための美術学校を作り、1913年まで運営した。二人は女性産制限運動の活動家でもあった。1916年に、 画家のアンネアンカー、マリー・ヘンレン・エス、彫刻家のカール・ネルソンによって設立された女性美術協会の創立時からメンバーとなった。ありがとうございます。